皆さんどうもこんにちは。インターナショナルスクールチャンネルの翼です。今回は国際的な学校評価団体を紹介していきたいと思います。さまざまなインターナショナルスクールを調べていくと、当校は〇〇からの認定を受けましたという記事や文章が出てくると思います。しかしそもそも認定って何だったり、どういう意味があるのと思う方も多いでしょう。今回はそんな学校評価団体および学校認定について詳しく解説していきます。まず学校認定とは、インターがしっかりと学校として成り立っていると学校評価団体によって評価されたことを表したものです。インターナショナルスクールは日本の私立高校のような学校法人だけでなく、会社によって運営されている場合も多いです。そうなると利益目的でいい加減な授業を行ったり、不健全な運営がされているインターも少なからず現れてきます。そのためしっかりとした学校運営がされていると証明するためにも、こういった認定が必要となってくるのです。学校認定のよくある誤解として、カリキュラムについて認定しているという認識です。学校認定はその学校が子どもたちに適切な教育が施されているのか、理念と教育内容に乖離がないか、健全な運営がされているのかといった面を評価します。逆にカリキュラム認定とは、いわゆる IB やケンブリッジカリキュラムといった教育プログラムを開発している団体による認定です。つまり特定のカリキュラムを学校が生徒にしっかり提供しているかを評価し、それらを保証するために認定されるのです。なので学校認定は団体ごとに大きなカリキュラムの特徴などはありません。ではなぜこのような仕組みがあるのでしょうか。認定校の主なメリットは2つあります。1つ目は第三者からのクオリティ保証です。先述した通り、評価団体は学校を多角的な視点から調査し、その結果から認定するかどうかを判断します。つまり認定とは、この学校はきちんと運営されていますというお墨付きでもあるのです。またこれらの認定は定期的に調査が行われるため、維持するのもかなりハードルが高いです。ですので認定校は一般校と変わらないレベルの教育や健全な学校運営が行われていると言えるのです。2つ目は、日本の大学進学がスムーズになるという点です。先日の通り、学校認定は一般校と変わらないレベルの教育や健全な学校運営が行われている証です。そのため認定校は一般校と同様に日本の大学入学資格を卒業時に取得することができます。認定がない通常のインターだと、高等部を卒業したとしても内見などの試験を受けなければ日本の大学へ進学できません。そういった手順を踏まずに一般校の生徒と同じ扱いで卒業できるのは圧倒的なメリットと言えますね。ただし文部科学省によると、入学資格取得条件は評価団体の認定を受けた教育施設の12年の課程を修了したものとなっています。そのため認定校には継続的に在籍している必要があります。また認定団体にも指定があるので注意が必要です。今回はそんな大学入学資格を得られる4つの国際評価団体をそれぞれ紹介したいと思います。今回紹介するのは WASC 認定、 ACSI 認定、 CIS 認定、 NEASC 認定の4つです。まず1つ目は WASC 認定です。WASC は The Western Association of Schools and Colleges というアメリカのカリフォルニア州に本部を構える教育組織による学校認定です。主にカリフォルニア州をはじめとしたアメリカの公立、私立学校、短大、大学などを評価している団体ですが、戦後日本でできたアメリカ系スクールの運営調査を行ってきたことから、現在も主要な学校認定団体となっています。WASC は認定にあたり、学校として運営方法、いわゆるガバナンス、教育方法、カリキュラムや教職員の資格、会計や財務状況など、学校全体をさまざまな視点から監査します。このようにスクールを中立的に評価し、合格ならば認定をしていくのです。主な認定校として、アメリカンスクールインジャパン、西町インターナショナルスクール、カナディアンインターナショナルスクール、セントメリーズインターナショナルスクール、精神インターナショナルスクールなどが挙げられます。学校名を見てわかる通り、名門校の多くが WASC 認定を受けていることがわかります。また IB やケンブリッジのような国際的なカリキュラムでなく、学校独自のカリキュラムを提供するインターでは、信頼性の確保のために認定されることが多いのです。次に ACSI 認定です。ACSI 認定は、キリスト教学校国際協会というアメリカのコロラド州に本部がある教育認定機関による学校認定です。北米および世界中に28の地域オフィスがあり、100カ国以上の国々および2万3000以上の学校を認定しています。こちらも WASC 同様、中立的な立場から学校を調査し認定するのですが、大きな特徴としてキリスト教団体であるという点が挙げられます。認定の目的は、キリスト教学校を強化し、キリスト教教育者を養成することで、そのために法律や規制に関する支援やカリキュラムの提供なども行っています。
そのため認定校のほとんどがキリスト教をベースとした教育カリキュラムや道徳教育を導入していたり、不登校児などの学校に通えない子どもたちの受け入れをしています。主な認定校として四谷インターナショナルスクール、クリスチャンアカデミーインジャパン、アシアインターナショナルスクール、関西クリスチャンスクールが挙げられます。学校名からもキリスト教系のインターが認定されていることが分かります。次に CIS 認定です。 CIS 認定は CIS Council of International Schools というオランダに本部を構える教育組織による学校認定です。もともとは ECIS という団体でしたが、現在は CIS として活動しています。そのため ECIS 認定校というインターもありますが、 CIS 認定と同じです。こちらも中立的な立場から学校を調査し認定する団体です。特定の思想などもないので WASC に類似していると言えます。大きな特徴としては幅広い国々への認定活動が挙げられます。 CIS は122カ国740以上の学校が加盟し、620以上の大学が認定する教育組織という点もあり、幅広い国々への大学入学資格を取得することが可能です。国際的な組織ということもあり、国際教育と多様性の尊重を重視していることも特徴の一つです。アメリカはもちろんのこと、その他の国々への進学も考えている場合、認定校を検討するのもいいかもしれませんね。主な認定校として東京インターナショナルスクール、 K インターナショナルスクール、聖戦インターナショナルスクール、青葉ジャパンインターナショナルスクール、サンモールインターナショナルスクールなどが挙げられます。これらの学校の特徴は IB 認定校でもあるという点です。 CIS と IB は協賛しており、カリキュラムだけでなく学校そのものの質や将来性についても認定しています。そのため IB 認定校の中でも CIS に認定されているということは、より質の高い教育を保障しているとも言えるでしょう。最後に NEASC 認定です。 NEASC 認定は NEASC ニューイングランドアソシエーションオブスクールズアンドカレッジスというマサチューセッツ州に本部を構えるアメリカで最も古い教育認定組織です。主にマサチューセッツ州を含めた6つの州の学校を評価している団体です。イメージとしては WASC はカリフォルニア州のような西海岸、 NEASC は東海岸で活動しているという感じです。そのため日本のインターにおいては WASC と大きな差はなく、こちらも学校を中立的に評価し認定する組織です。強いて言えば NEASC は CIS の共同認証評価を行っているので、認定校の中には CIS も同時に認定されている場合が多いです。主な認定校として東京インターナショナルスクール、聖戦インターナショナルスクール、青葉ジャパンインターナショナルスクール、サンボールインターナショナルスクール、横浜インターナショナルスクールが挙げられます。学校の特徴としては歴史ある名門校か CIS 認定校であるという点です。 WASC に比べ認定校は少ないですが、その分 IB、NEASC、CIS の3つから認定を受ける学校では非常に健全な学校運営と教育が行われていると言えるでしょう。以上が主要な4つの認定組織です。基本的には ACSI 以外は学校調査と認定を行う団体であり、どれに認定されているかで進路や教育内容に大きな差はありません。そのため重要なのはこれら4つの団体のいずれかに認定されているかどうかを確認し、その上でカリキュラムや理念をチェックすることが大事です。その他にももっと詳しく知りたいという情報があればコメント欄の方にお願いします。インターナショナルスクールについて少しでも興味を持った方は他の動画もぜひ見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。